戦後の石炭不足に悩まされた国鉄。水力発電で賄える電力の活用へと進みます。当時は直流による電化が行われていましたが、建設コストの問題が立ちはだかりました。主要幹線であれば巨額の投資の見返りが期待できますが、電化が伸びるにつれて地方路線の電化が必要となってきます。この問題を解決するために注目されたのが交流電化。昭和28年には交流電化調査委員会を設立。ヨーロッパでは様々な方式が試験されており、その中でフランスの商用周波数交流での電化に注目したのです。フランスとの技術提携を模索するも、双方の条件が合わず断念。国産技術で交流電化を進めることとなったのです。別動画で紹介したように、様々な車両が製作され試みられましたが、電気方式は単相交流 20kV と一貫していました。当時の直流電化が 1500V であったのに対し、10倍以上の高電圧となり、絶縁対策など直流時代とは違った対応が求められました。しかし、高電圧は別の利点をもたらします。消費電力が同じ列車を走らせる場合、架線に流れる電流は電圧に反比例して減少しますので、直流電化のような大電流が流れません。電流は10分の1以下となり、架線や気電線は細いものでよく、架線の電圧効果も少ないため安定した性能が得られます。この電圧効果が少ないという特徴は、建設コスト削減に大きな効果がありました。それは変電所の間隔を広く取れる点。電化区間で必要な変電所の数が大きく減らせたのです。当時直流変換に使われていた水銀製流器は、保守温度管理が面倒で、これが不要となるのも有利でした。地上設備の点では良いことずくめに見える交流電化。20kV という高圧を扱わなければならない車両にとって、この電圧は厄介なものでした。架線からの高圧電流を電動機で使用できる低圧に変換する必要があり、その上直流モーターを回すには、あの面倒な水銀製流器を各社に積まなければなりません。水銀製流器を避けるため、交流で回る電動機を使おうとしましたが失敗。折しも半導体技術の急速な発展が進み、電力機器への応用が可能となり、シリコン製流器の普及でこの製流の問題が解消、一気に直流電動機駆動へと進みます。当初は高価で容量が小さかったシリコン製流器も徐々に低価格化、大容量化も進み鉄道車両のような大電力を扱う領域でも一気に普及します。交流車両の実用化のめどが立ったことで、各地の電化は一気に交流方式で進められることとなります。大都市部がすでに直流電化、地方幹線が交流電化という状況は別の問題が生じました。当時は関東圏、関西圏から地方都市を結ぶ長距離列車が多数運行されていました。機関車なら直流用から交流用に付け替えて対応できますが、手間と時間がかかります。電車では交流区間、直流区間を直通できる、高直流用電車を製作する必要があります。結局は機関車も電車も高直流用方式が主流となりましたが、従来の直流車両に、本来変電所にあるべき変圧器と整流機器を乗せなければならず、重装備となってしまいました。変圧器や脈流対策のコイル類は銅と鉄の塊。電車の場合、変圧器だけでも3トン以上。これがユニットごとに必要となり、軽量が取り柄の電車にとっては痛手でした。しかも直流区間ではこれらは完全な死重となり、何の益にもなりません。重量増加は性能低下を招き、さらに軌道への負担も増えて保線費用増加を招きかねません。国鉄時代の特急電車では、運転士にとっては 181系が一番良かったという話がありますが、その要因の一つにこの車両重量増加が影響していたと言えます。それに加え、直流区間では架線から存分な電力供給を受け、高速域で高い出力を発揮できたのに対し、交流区間では変圧器の容量に制限されることになりました。当時の直流電車では、定格を大きく超える出力を発揮していましたが、それは架線からの供給電力が十分あったからです。
重量軽減のため、国鉄の高直流用電車では直流区間と同等の出力を発揮できる容量の変圧器は搭載されませんでした。交流区間は性能をあまり要求されない地方路線が多く、費用対効果が少ないと判断されたためでしょう。そのため交流区間では全開時最終段での定格速度は低く制限され、高速域では加速性能が頭打ちとなり、特に減速比の大きな近郊用や急郊用では歯がゆく感じられたことでしょう。あたかも架線電圧効果の激しいローカル線で、長大編成の電車列車が加速に悩まされるのと同じ現象が起こっていたのです。この変圧器が重いという問題、現在でも交流を扱う車両では避けて通ることはできません。変圧器も、材料や設計技術の進歩で軽量化が進みました。しかし、変圧器に関しては基本構造に変化がないため、軽量化に限度があります。新幹線で見ると、1650kVA の容量がある0系の主変圧器の重さが 3.5 トン、300系時代のものが 2900kVA で 3.06 トン。重量あたりの容量では 1.7 倍の性能となっており、軽量化が進んだものの、まだ3トンあります。その後も軽量化は徐々に進むものの、1割の軽量化が難しい状況になっています。交流電化は大電力の給電が可能で、大出力の要求される高速車両に適しています。高速列車ではエネルギー消費の低減、軌道負担の低減のために、軽量化がますます重要となってきています。21世紀になって、この変圧器の軽量化を可能とする技術に対する注目が高まってきました。特にヨーロッパでは 16Hz ちょっとという、低い周波数の交流電化が多く、周波数が低いほど重くなる変圧器は日本以上にネックとなってきました。軽量化の切り札はもはや高周波交流方式しか残っていません。前回の動画で電動機の高速化に関して説明したのと同じ原理から、電源周波数を上げると、変圧器の鉄芯を減らしコイルの巻き数を減らしても、同じ性能が得られるのです。しかし、この周波数を上げるというのが難関。半導体技術の進歩で、周波数変換自体は容易となっており、さらに専用の制御チップの量産で、複雑な回路を組んで調整するような手間も現在では不要となっています。この技術を活用した身近な例では PC の電源ユニットがあります。ゲームや CG を扱う PC では容量 1kW の電源を積むものも珍しくはなく、その電源はありふれた PC ケースに収まる大きさ。普通の変圧器を使う電源であれば、持ち運ぶのも苦労するような重い大きなものとなりますが、PC 用電源は片手で持てるほどの小さいものになっています。これは変圧器を高い周波数で駆動しているためで、変圧器が非常に小さく軽くできたためです。コンセントから入ってきた交流はいきなり整流器で整流され、直流に近い状態にされてからインバーター回路に送られています。インバーターによって数十キロヘルツ以上の高い周波数の交流が作られ、それが変圧器に送られているので、変圧器は非常に小さくなり、数十分の1の重さになるのです。これと同じことを鉄道でもやりたいという願望は当然出ていました。しかし、鉄道の場合、交流の電源電圧が 15kV 以上と桁違いに高い電圧となります。これを処理するには高圧に耐えられる半導体素子が必要で、これが現在でも最大のネックとなっています。また、スイッチ動作をする半導体は、オンの状態からオフの状態に変わるのは一瞬ではなく、わずかな時間とはいえその中間状態となります。これは抵抗を電気が流れているのと同じ状態ともいえ、熱として損失が発生します。変圧器を小型軽量化するためには高い周波数が必要で、高速で頻繁なオンオフの切り替えが必要です。その度に電気抵抗があるとなると、周波数を高くすればするほど、ますます発熱が増えることとなります。これでは変換器の効率が悪くなり、放熱器も大型となって小型化に逆行してしまいます。普通の変圧器の利点は入力側と出力側が電気的に分離できることに加え、電圧電流を変える際の損失の少なさがあります。変換効率は 96% を超えており、
古くからある電気機器の中では飛び抜けた高効率。この効率に近づくため、オンオフの切り替えに要する時間を短くしようと、様々な開発が行われています。シリコン材料の改良では限界があり、炭化ケイ素、窒化ガリウムといった、これまでのパワー素子とは異なる材料の採用が進みつつあります。まだまだ価格的に問題があり普及には至っていませんが、最も有望な素子として期待されています。これらの材料で作られた高速高耐圧のスイッチング素子が普及した場合、交流車両は新たな時代を迎えることとなるでしょう。何しろ長い期間悩まされてきた変圧器の重量を、ほとんど気にすることなく車両を設計できる時代が来るのですから。